はい、皆さんこんにちは。アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の三次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしてお送りしております。今日は、仙台に出張してまいりました。でもね、私たち住む福島のお隣なのと、なんてご紹介しようかしら、女神ヒーリングですかね、をね、されている、なんだかんだもう数年来のお友達でございます。友達さんでございます。友達先生でございます。何を言うの？先生やめましょう。先生ではないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、この度、素敵なサロンがオープンされたということで、ありがとうございます。ね、なぜ来たかというとね、そう、実はうちの、カメラマンの夫がですね、ともえさんの女神ヒーリングを受けたことがあって、あの時私ちょっと時間がなくて受けれなかったんですけど、なんかとてつもなく気持ちよかったということで、あの時、あの頃からオファーして、ずいぶん経ちましたけど、やっと捕まえましたよみたいな。ともえさんはね、ともえさんね、なんか恥ずかしがり屋さんなんですか？そうです。意外と、いや本当にもう苦手です。いや私なんかって言うんだけど、なんかすごい腕がいいってことで、ありがとうございます。だよ、早く教えて。本当に出てくれなかったよね。いや本当に無理だと思ってました。こんな素敵な人がね、やっぱりね。埋もれてるのはよろしくないだろうということで、いやしつこくしつこくオファーをされた。もう大好きなあやちゃんとさらちゃんの。いやでもさ、ほら、超雑談になっちゃうけど、実はたまたまご出身が、私の母の実家の超地元ね、同じだったんだよね。そうだね、中学校も一緒っていう、たまたま偶然の応援だったんだよね。だ数年前に、並木義和先生のファンだったんだよね、最初、ね、そうですね、そう、最初っていうか今もファンなんで、それで、並木さんといちいちゃんの番組に私たちが出てる天村のを見てもらって、そうですね、で、あの天井村の、そう、天村のね、ツアーにね、来てくださったのがきっかけで、そこからアムールさん追っかけてます。ありがとうございます。でも今、私たちが追っかけてます。なんかさ、私、ともえちゃんの、なんつったらいいの、この崩されない、大陸的だよね。大陸的だよね。なんかこういつもこんな感じじゃない？テンション上がるとかないの？いや。なんかいつも淡々と、いつも淡々としてるでしょ。でなんか声のトーンも、なんかまあ私もどっちかっていうとそういうタイプなんだけど、私よりさらに上回って淡々としてるよね。なんかいや自分のことって本当に一番分かんなくて、あ本当、すごくね、いつ会ってもこうなんていうの、淡々としてるのね。だからこう人様の相談に乗るとか、人を癒すとか、これ癒す側がさ、気分が上がったり下がったりしてたら癒されないんじゃない？だけどこの多分常に淡々としてるのか。そうなんだ。海賊のようだって。そう、そう、そう、なんかね、安定的なんだよね。みんなその木の木陰で休んでるっていうイメージ。わかる。わかる。なんかそばにいると、そう、なんかこのなんていうの、安定した波動。へー、そうなんだ。そう、そんな風に言われたのは初めてです。本当、多分みんなそれは感じてるんだと思うけど、なんかこう、ありがとう、なんていうの、あやちゃんに言われると嬉しい。本当、なんかなんていうの、本来支える男性はいらない感じがする。それは寂しいな。それは寂しいな。なんかほら大陸的でさ、情緒が安定してるからさ。いや、安定してないですよ、中は。本当？そうなの？上がったり下がったり大変でしたよ、今まで。あ、今までね。でももう安定してる感じするよね。なんか全部終わらせて。本当そうなんだよね。
なんかよくさ宇宙から見ると大人になるのって、うん、まあ、それこそ50過ぎてからとかって言うけど、うん、まあ、いろんな経験をね、うん、人それぞれのペースがあるんだろうけど、うん、いろんな経験をして、うん、一周終わって、うん、なんかいろんなことをチョイスする年齢になった感じがする、うん、ああ、ほんと目指してた目指してたそうなんか、うん、そういろんな経験して全部終わって、うん、 だね、だって子育ても終わったじゃない、うん、そうそう、ほんとに今一番不良ですから ね私ね、人生の一番大きいさ、ちょっとここに写真出したいけどイケメンなね立派な息子が2人いるって大学出してね、うん、そういうのがなんか一周、うん、人間界の一周やり終わった感が今出てますよね。そう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 。それでこの間のデトックスが終わって、うん、これからなんかいろんなものを選んで、うん、自分のこう人生を再スタートするタイミングが素晴らしい今、うんうん、そんな期待だし。あ、まとめてるわけじゃなくて、私も別に何も考えてなくて、その喋り出してなんか降りてくるままというか。ママに多分喋ってるだけだから、特に何かがあるわけじゃないんですけど、あとねこのね、うん、ともえちゃんの空間がね、いや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 、入った瞬間眠くなる、うん、ここのサロンはどのようなこだわりで、うん、実は1回もマッサージ店なんですよ、ね、うん、で私最初は避けたんですね、ここの場所、うん、見つけてはいたんだけど、かぶっちゃうでしょ、うん、マッサージ店が2軒も、うん、そうだよね、そうだけど、どうしてもここに行き着いて探してると、うん、で不動産屋さんからもう1階でやられてるってことは、うん、磁場ができてるっていうことだから、すごいこと言う不動産屋さん、ね、うん、女性のね、なんかね、あやちゃんに似てるようなこうキレッキレな感じの方だったんですよ、アジアンテイストの、じゃあその磁場をここで吸い上げて、そう、そう利用させてもらおうかなみたいな。で一緒じゃあコンセプトが一緒では、うん、かぶってしまって面白くないし、うん、個人サロンということで、うん、ちょっとこう差別化をして、うん、何だっけあそこは、うん、何テイストなんだろう、下アジアンテイストっぽく見えたけど、そうだよね、ね、うん、そこの方が和な感じだね、そうそうそう、イメージとしては、うん、なんかこう70歳ぐらいの、うん、ちょっと年配の、うん、おばあさんにお願いしたんですよ、うんうん、昔バリバリやってたんだけど、リフォーム？そうそうそう、だからなんだ、なんかね、すっごい落ち着く、ね、ここののれんっていうの、うん、のれんって言われて、ここをくぐったら空気が違うね、あ、ほんと、うん、あっち側とこっち側と全然違う感じがして、うん、まずなんかあの絵を選んでくださったそうで、でなんか階段一段一段があって登っていけるような、こう飛躍をしていってほしいっていう願いを込めて、それからはもう空間作りしてくださった、すごい言い方で、本当に思いがこもってここを作ってるから、うん、なんかこの癒される感じがする、ね、正味1ヶ月ぐらいで、うん、オープンまで、ね、すごい、ね、全然なんかすごい練って練ってとかっていうわけでは全然なくて、でもなんかやらされてるからですね。本当のスタートの時ってきっとそうなんだろうね、うん、よくみんなそうって言うよね、うん、とかあとそのなんかいろんなものが今までとお付き合いする人が変わったり、うんうん、そうだね、そうそうそう、出会いが変わったりするってね、うんうん、じゃあちょっと本題のともえちゃんがやってる女神ヒーリングっていうのはどういうのか、うん、私初めて聞いたの、うん、なんかヒーリングとマッサージの違いも分かんないし、あ、なんか私よく知らなくて、女神ヒーリングっていうと、うん、なんか普通のこうゴリゴリのマッサージとは違う、うん、もともと霊気をマッサージ始めてから霊気を取り入れて、うん、で力任せのマッサージではなくて、うん、エネルギーを流しながらのマッサージを、うん、自分も感じる人だったし、うんうんうん、で感じるっていうのはそのなんていうの、うん、
お相手の方のその浄化してほしいものが分かる、触ってると、だからなんて共同作業なんですよね、相手の方との魂との共同作業。なんかもらっちゃいそうで怖いけどね。あの霊気をやってない時はもうもろにもらってました。霊気をやり始めてからそれが、うん、あの一つ楽になって、うんうん、でコロナになってから個人的に動くようになったんですね、うんうんうん、お客さんのうちに直接行ったり、まあ家でもやれるように整えたりとかあって、うんうんうん、でそれからあの個人で動くように出張したりとかっていう動きになっていた。じゃあ本当にこの2年、うん、そうね、うん、でその間、うん、瞑想したり、うん、その付き合い人との関わりが変わっていった時に、うん、女神っていうワードが降りてきて、うん、降りてきたっていうか玲子ちゃんとの、うん、とか、うん、人との出会いとかで、うん、私が探し求めてたその、うん、あれはこれだみたいな、うんうん、どんどんあの勉強っていうか、うんうんうん、女神っていうと、うん、なんかどういうイメージ、うん、癒すとか愛とか平和とか調和とか、調和だね、うん、女性性のエネルギーを、うん、大事にした日々、うん、そうだ、男性も受けれるの、ね、あもちろんもちろん、うんうんうん、あまあ男性の中にもね女性性ってあるもんね、うん、そうそうそう、じゃ女性性を整えてくれたりするってこと、うん、あの男性性を癒すっていうのも、うん、あの意識してまあ、してるのかな、うん、でも男性性が癒されてないと、うん、男性女性性が出てこないかもしれないですね。あ、なるほどね、うん、なるほどね、うん、蓋をするわけじゃなくてね、うんうん、そっちを、あ、それで整えてくれるわけだ、うんうん、じゃあ肩が凝ってますとかでもいいの、うん、あ全然もちろん、そうなんだ、普通、うん、もう表面的には普通のマッサージと何も変わらないんです、うん、エネルギーワークをプラスしてはいるんだろうなとは思います。だから、うん、お客さんから言われるの、ね、そうなの、うん、絶対何か出てる、そうだからそれが積み重なってお客さんに背中を押されて今こうこのなんかだから出てそうな感じがするんだよねなんか出てそうな感じがする、うん、ほらうんうんってうなずいてる、うん、でももう時間だって話が盛り上がってきたところでちょっと一旦これにて1本目は終了なんですけれど、うん、次にもうちょっと女神ヒーリングについて聞いてみたいと思います、うん、はい、皆さんありがとうございました。次は見てね、思わせないです。うん、あれはなんかこの触ったとこから抜いたの、入れたの、最初にエネルギーを流して、うん、頭から霊気って触るんですけど、うんうん